ショータイム。二等辺の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい。今コロナ禍で、うんうん、なかなか外出が難しいところなんですけども、うんうん、親戚が引っ越すっていうので、うんうん、まあちっちゃいお子さんがいるんですね。うんうん、でまあ引っ越しの時にこの子、うん、暴れちゃうからさっていうので、うんうんうん、じゃあ僕ちょっと連れていくわって言って、うんうんうん、まあ、その人の家から近くにあるイオンに行って、うんうん、まあ、本屋で過ごし、久々に本屋行きました、うんうん、そんな機会がないとなかなかもう本屋すら行けないんですけど、うんうん、で本屋行って、まあ、子供を抱っこしてるので、うん、なかなか落ち着いては見れないんですけども、うん、まあ、僕が好きな、うん、いや違う好きだった好きだったそのよく、うんうんうん、大体そのなんて言うんでしょうベストセラー本というか今売れてるよっていう棚を見たところ、やっぱりその多くを占めているのがなんかその心の悩みはこうするだけで解決する、何かを手放すとこうなるみたいな、まあ俗に言うやっぱ自己啓発ですよねの本がまたバーッと並んでいてですね、そうかと、やはり今悩んでる人がこんなにいるのか、まあ永遠のテーマじゃないですか。なるほど。こう悩みっていうのは。でもいろんな人がいろんなやり方を、うんうん、出してくるわけです、うんうん。でもなんかそれにもう引っ張られなくなっている。うん、あの数年前までは、うん、はあこんな本が出てる、これも読みたいあれも読みたいってなっていたのに、これはなんかまあ怪しい宗教みたいです。これをなんで治ったかっていうとねっていうと。とても怪しくなっちゃうんですけど、うんうん、まあこのなんかエニアグラム、うんうん、エニアグラム、うん、エニアグラムっていうので、うん、まあ自分ってどんな人なんだろうね、うんうん、あこういうことをしますね、うん、っていうのが分かってから、うん、もう別にそういうのを読まなくても良くなってるんですね、うんうんうん、なんでそんな本読まなくてもいいよ、エニアグラムを知ってくれよ、うん、って思ってるんですけど、うんうん、どうすればいいんですかね。あ、そのどうすればいい。そう。そんな本読まなくていいよ。うん。エニアグラムでいいんだよ。結局行き先がわからないって話だと思うんですよね。その人たちが。その人たち悩んでる人たちって自分がどうしたらいいのかがわからないから、はい、こうした方がいいって言われるとそうなのかも。はい。でもそれは、うん、その本を書いた人の体験なんですよね。うん、俺はこうした、うん、こうしたねっていう。うん、でもエニアグラムの場合は、うん、僕はこうした方がいい、うん、体調はこうした方がいい、うんうん、っていうなんかその、うん、なのでこう悩まなくなったっていう、悩まなくなった悩みはある、うん、あるが、そこを読まなくては迷わなくなったっていうのは、はい、その自分はこうしたらいいっていうなんとなくの方向性が見えたみたいなのはあると思います、ところかなと思うんですよね、はいはい、だからそういう世にある本、はい、ああいうのにそうなんだと思って悩みが少なくなる人はいるとは思うんですよ。あ、バチッとその人に会えばね。会えば、はい、だけどこのエニアグラムで言うと9タイプじゃないですか。9タイプにそれぞれこう方向性が違うみたいなところそうですねがあるので、はい、まあ、その本が9分の1ですよね、当たる確率が。あ、なるほど。みたいなところかなっていう。自己啓発が当たる確率は9分の1だっていうことですね。かなっていう。だからまあバチッと当てはまる人もいるかなって。じゃあ今のこの動画を見ていただいて、例えばエニアグラムを知らない人が今のこの動画を見ていただいて、そうか9分の1でだから今まで僕は当たらなかったんだ、じゃあエニアグラムを教えてよってなって、じゃあエニアグラムってウェブで例えばホームページで探して打つと、まあ自己診断できますみたいな、この問題10個に答えるとね、うん、できるんですよみたいなのがたくさんあるじゃないですか。あります、ね、でそれでやって、うん、まあ外れる可能性はとても高いと思うんですね。とても高いです。で、うん、なぜそれが高いかっていうのを、うん、まあ、この日本で一番最初にエニアグラムが紹介された本、うん、エニアグラム入門、うん、パトリック・オリアリーさん、うん、で鈴木秀子さんが訳している本なんですけども、うん、これ今、まあ、Amazon とかで、はいはい、1円で売られている、うん、まあ、送料かかる、はい、送料多分かかる、送料かかるんですけども、うん、はぁとか思いながら、うん、名所だよって思いながら、うん、でまあ、読むと、うん、このエニアグラムで言っているのは、うん、囚われ、うん、人はどんなものに囚われているかっていうのを言っており、うん、その囚われっていうのは、うん、そのいけないものじゃなくて、
この人が自分の安全と存続を守るために築き上げた隠された基本的な自己防衛戦略であると、なのでそのここと向き合うのはとても非常に難しいんですね、要は本当に恥ずかしいところ、なんか僕で言うと、その実は不安なんですと、怖くてしょうがない、って言われるとうんって反応しますもんね。本当は僕は怖くてしょうがないんですと、でもそれを隠したいがために今の自分をなんかこのよく喋るとか体を鍛えてとかこういうのを隠すためにやってる部分なので、この本人も本当は認めたくない、認めない、そうじゃない、そうじゃない、これを知られてしまうとバカにされるしとか、だからこそこれを隠してるっていうのがあって、なのでそのなかなかねこの本当の自分っていうのを見つけるのは難しいと思うんですよね。でそのエニアグラムでその自己診断をするのはとても難しいと思っているんですけども、どんなことに注意すればいいと思いますか。自己診断、自己診断する上で、まあでもそのそこに向き合うってとこだとは思うんですよね、自分に。でもなんか、無意識な部分ってあるじゃないですか。無意識な部分があるから、まあ、本当にそうなのかっていうとこですよね。本当にそうなのか。僕知り合いに、僕がエニアグラムのことをいっぱい教えた知り合いがいるんですけど、自分は3だって言い張るんですよね。なるほど。絶対3じゃないだろうっていう人。なるほど、あのちなみにこのタイプ3っていうのは、まあ、成功っていうのを追い求めて、追い求めてもう見た目だけでもいいっていうのがとらわれであるんですけども、要は成功してるよう、成功したいって思いが強くて、成功してるって見られたい、見られたくて、とても流暢にしゃべり、自己主張がとてもうまく、とても合理的に説明する、で見た目もとても綺麗に、綺麗に成功してるような雰囲気っていうのがこのタイプさんですと、この、まあ、エリートに見える、見える、はい、本当にエリートかもしれないし、エリートかも、まあ、エリートに見せようとする、はい、っていう人がいらっしゃいますと、はい、っていう3だと言い張る、多分5か6かぐらいの、5っていうのは、あの研究者、研究者的な、自己主張というよりも有利、人から離れて、離れて黙って、まあ、合理的に考えるっていう部分は一緒なんですけども、行動の形が違うタイプですね、もう、まあ、スキルとか知識とか、そういったものが重要だと思ってるんで、それを一生懸命磨こうとして、もうずっと本を読んでたりとか、ずっと研究してたりとか、ずっとスキル磨いてたりとかするタイプ、で、まあ、6は二等兵です、そうですね、まあ、タイプ6も調べるのは安全のためにいろんな本を読んで調べて石橋を叩いて壊すみたいなことをよく言われるタイプです。なんかこういろんな本を読んで悩むタイプじゃないですか。そうですね、6の人だから自己啓発の多分違うこと言ってる本がいっぱいあるわけじゃないですか。あれもやってこれもやってあれもやってこれもやって、一体どれが本当なんだよみたいな。そうですね、だけどこう5の人はこうこれを読んでこれかどうかっていうのは合理的に判断するみたいな、分析して正しいかどうかを判断するみたいなんですよね、でそこをまたさらに掘っていくみたいな、っていう人がいらっしゃって、でその人がこう自分は3だって言い張る、言い張るっていうか思いってる、でこのなんかまあ表面的なところを捉えて、やっぱりこう僕はあの自己承認欲求が強いんで人に認められたいって思いが強いんでみたいな、まあ誰でもありますけどね。そう、誰でもあるんですね。で、そういうなんか本当にそうか、この承認欲求は僕でもありますよ。人に認められたら嬉しいって思いはあるじゃないですか。誰にでもあります。人に悪く見られたら嫌だっていう気持ちもあるじゃないですか。もう誰でもそうです。だけどこう3の人はもっとなんか根本的にそんなことを思ってたりするわけじゃないですか。そうですね。人に成功してるように思われたいみたいな、っていうのはこう自分で認識してないレベルまでそれがこう入り込んでるみたいな。部分なんだけど、その人は結構不安が大きいんですよね。こんなこと言ったら嫌われるんじゃないか。なるほど。とか、自分をよく見せようっていうよりは、なんかこう未来が不安。自分はこの今持ってるこれで大丈夫なんだろうかみたいな。だからこういろんなスキルを身につけたりとかして頑張るっていうところがまあ5っぽく見えたりとか。今僕のことディスってますか。5ですよ5。ああなるほど。っていう。ただこう
6っぽく見えるのは、はい、結構明るくてフレンドリーなんですよ。そうですね、そう、場の空気を読んで場の空気を読んで、はい、でいろんな人のところに結構こう話すと話すとかも、はいはい、まあ、別に語の人ってこうあんまり喋らなかったりするじゃないですか、まあ、話しかけないと。そうそう、はい、でそういうのが、まあ、フレンドリー、明るくてフレンドリーみたいなところは6っぽく見えるけど、はい、普段の行動を見ると5っぽいなみたいな、はいはい、なのでまあどっちかちょっとわからないみたいなところはあるんですけど、で、まあ、そういうのってこうやっぱり自分が自分のことをどう見てるかっていう部分がある自己診断に出てくる、はい、でこれエニアグラムだけじゃないと思うんですよね、全てのもの。そうで、そう、私もこの MBTI 的なもの、うん、これ MBTI だ と、うん、16タイプに分かれるのかな、うんうんうん、とかやってもやっぱりそのエニアグラムをやってから、うん、このこういう何て言うんでしょう、選択するもの、うん、自分の行動はこうだよねって、うん、選択するものってこう見えていてほしいなっていう自分ではあると思うんですけど、でもエニアグラムも選択するものじゃないですか。そう、エニアでも要は、うん、そこで、そう、あの表面的にエニアグラムに触れると、はい、この問題がいっぱいあって選択するもの、選択するもので、これも選択すると僕は、うん、あのエンターティナーっていうところに出てきて、うん、5万円通になるんですけど、うん、それは果たして本当の君のタイプか、うん、でエニアグラムを7にしてね、最初、最初はそうですね、嬉しくなってよっしゃ、うん、このタイプって思ったのは7ですね、うんうん、タイプ7っていうのはちなみにその、まあ、俗に言うなんか、うん、あの孫悟空とかルフィとか、うん、エンターティナー、ね、本当のエンターティナーでも好奇心旺盛で、うんうんうん、あれやってこれやってあれやってこれやって、うん、海賊王に俺はなるみたいな、こうもうポジティブで明るくてみたいな、もう何もかんも、うん、気にせずどんどん行くタイプですね、うん、で、はい、ああいう自己分析みたいなのがそもそもこう自分で選択していくものが多いじゃないですか。エニアグラムもその表面的に見ると、そうです、ね、あなたはどのタイプですかってこう質問に答えていくと、はい、結局こう自分で選択していくので、はい、でまあ、間違える理由っていうのがその選択なんだろうなとは思うんです。そうなんですよね、うん、そこどうやっぱりその、うん、どうやっていくとね、うん、この要はもう無駄な本なわけですよ、うん、本屋に並んでるのは、うんうん、あ、これ言い過ぎこれ言い過ぎた、うん、急に気になった、9分の1ですからそう、急、確率は低い、うんうん、なので一回ね、その自分って本当に何、うん、みたいなのを、うんうん、なんか分かるとね、ちょっと楽になるよって思うんですよ。だからもしかすると9分の1だとすると、はいはい、エニアグラムを知ってから、はい、例えば6だったら6に合う本を引っ張ってこればすごく役に立つかもしれないですよね。あ、そうですね、そうですね、うん、はい、これは9向けの本だ。なんで みんなにこのエニアグラムが何タイプですっていう作者のタイプが分かっていて、その人が書いた本そうだと分かりやすいかもしれない。タイプ何向けなんとかの本みたいな、そうですね、はい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 、感じだととても役に立つ可能性はありますよね、っていうところで、うん、で、まあ、あの、あとはその、うん、これからエニアグラムのタイプ診断をやろうっていう人に対して何かその、うん、こういうことで考えていくとちゃんと自分が分かるよみたいなのって、なんかだから実際の行動を見るみたいな、あのよく言うのは人から見らどう見られてるか、はい、と実際の行動がどうか、なるほど、と自分がどう思ってるか、はい、っていうのを、まあ、総合的に、あ、だからもうバイアスを取っ払う必要はありますよね、きっと自分はこういう人間だ、あ、はいはい、うん、あと僕も、うん、外交的な人間だとは思っているんですけど、うんうんうん、こういった本で、うん、外交的内向的を調べると、うん、僕多分気が楽なのは、うん、多分内向的な方なんですね、うん、ただ、あ、なんか前ありますよね、外向的にならねばいけない、うん、要はその、うんうん、なんて言うんでしょう、まあ、簡単な言葉で言うと欧米式というんでしょうか、うん、要は欧米では外向的な人間の方が良くて、うんうんうん、内向的な人間はちょっと人間的にっていう文化があり、まあ、それがちょっと日本に入ってくるわけじゃないですか、うんうん、その中でその要は外向的な方がいいんだ、得をするんだっていうので、うんうん、なんかやってる部分はあると思うんですけども、うんうん、そういうパーティー会場行くじゃないですか、うんうん、例えば誰かの二次会だとかって、うんうん、知り合いが少ししかいない、うん、とても苦しいんですね、もうとても苦しい、うんうん、いたたまれないすぐ帰りたくなる、でもすごい頑張るタイプですよね、もう出た瞬間ため息ですよね、うん、何してんだろうって、うん、あと
これどっちが本当なの、うん、っていうのが分からない部分があるんですよね。そうそうそう、分かりにくい。まあどっちが楽なので、まあ、外交内交の意味も前なんかありましたよね。まあ、でもエニアグラムでいうちょっとずつこれはやって、うん、外交内交の意味、うん、感覚、うん、あのフィーリング、うん、感覚の意味とか、うん、いろいろちょっとやっていきたいとは思ってるんですけど、うんうんまあ、そういうとこですよね。あともう性格ってまあ生まれつきじゃない部分も多いじゃないですか。あとからね教育されてこういうのがいいんだっていうのがあるんで、はいはい、そこら辺に引っ張られることも大きい、はい、なんでその自己分エニアグラムの自己分析ってとても難しいと思うんですけど、うんうん、僕の中ではこれやってみて、うん、あやった、うん、ってなったやつは、うん、嬉しかったやつ嬉しくなったものを選択して、うんうんうん、あまあでもそれは6だからっていうのはあるんですよね。なるほど。僕の中ではこのエンターテイナーよっしゃーとか、うんうん、タイプ7よっしゃーっていうのは、うん、僕だと、はい、いい面しか見ないんで、はいはいはい、どのタイプになってもよっしゃって思うと思うんですよ。僕にはこんないいところがある。ご自身の本当のタイプの9でもよっしゃになる、うんまあ、9だとすると、まあ、平和でこう明るくてみたいな、はいはいはい、人当たりが良くてみたいな、はい、器が大きくてみたいな、はいはいはい、っていういい面だけを見てよっしゃ器が大きい人間だって思うだろうし単純言っちゃったこの、はいはいまあ、楽観って多分そういう側面そうですね、うんはいでまあ、そういうネガティブなものを見たくないので、はいはい、こう無意識的に見ないようにする。心配にならない。そうあ心配になりたくないから多分見てないんですよ、はい、なのでこう無意識的に蓋をするので多分どのタイプになっても3って言われたらあ達成したで俺。なるほど。じゃあ私のこのアドバイスもそんなに悪には立たないですね。まあ、それもだからタイプによるのかなっていう。あそれすら9分の1、うん、なるほど。だから僕6悪くないじゃないですかって言うじゃないですか。6は残念なタイプみたいな紹介をしたときに、はいはいはい、6悪くないですよって言いますね、はいはいはい、っていうのは多分僕は6って言われても6のいい面を見てよっしゃって思えるタイプ。そっか、うん、なるほど、うん、こっちに流れてきた。なるほどね。なるほど。そうだから7って言われてもおいエンターテイナーだみたいな、8って言われてもよし強いタイプだみたいな。なるほど。でもまあ、うん、なるほどね。でも本当ご自身のタイプが分かるとそうとても楽になる、うん、本当に分かると本当に分かると、はい、なのでこう方向性が見える。やっぱ方向性が見えないのが不安じゃないですか。そうですね。で僕の場合はあ、何かやるときに不安っていうのが出るんですよ、うん、怖い、うんうん、とかどうせうまくいかないとか、うんうん、どうせうまくいかないがまず来る、うんうん、が、うん、いややらないと分かんないじゃん、うんうん、っていう気に今慣れている、うんうん。あとどうせうまくいくわけないじゃんは絶対このバイアスとしてあるじゃないですか、うん、何を始めるにせよ、うん、でも分かんないですもんね、どうなるかなんて、うん、うまくいかせようと思って頑張るぐらいしかできないです。なんだとまあ本当そういうことが分かったので、うん、どうせうまくいかないじゃんだからもう一回本読もうっていうふうにはならなくなったんですね、うんうんうん、じゃあこの啓発本試してみよう、うん、こっちかな、こっちかなっていうのはなくなって分かったもういい好きなことやるっていう風にできてる、うんうん、多分いろんな本を見ても、はい、結局違うこと言ってる本もあったりするから不安は結局なくならない。そうそう。で結局書いてることまあ一緒なんです、うん、まあ一緒、うん、まあ一緒です。あだから傾向あるかもしれないですよね。9分の1ってさっき言ったけど、はい、不安はおるものの方が多いとか結局言ってるのはもう、うん、多分堀江門さんも西野さんも、うん、それしか言ってないんですけど、うんまあ、やりたいことをやれ、うんうんうん、行動しろ、うん、で結局そこに落ち着くんですね、うんうん、結局そこに来るんですよ、うん、で、まあ、そこにかぶさるのは、うん、やりたいことがないんですっていうのが、うんうんうん、第2のパワーワードで来ると思うんですけど、うんうん、でまずそこで悩むんですよね。悩むんでしょうね。やりたいことって何だろうって、うん、あっていうのは何やりたいことって何だろうは、うん、やりたいことは何だろうじゃなくて何をやるのが正解なんだろうが来ると思うんですね。そう、うん、でも正解なんて分かんないじゃん。正解なんて分かんないし正解を求めるのが本当に正解なのかみたいな。なるほど、うん、例えば間違ってちゃダメなのってこと。あそう間違ってちゃダメなの、はい、やりたいことと正解はまた別のだったりするじゃないですか。あの、まあ、これ多分捉え方によって全然変わってくるって話ですけど、はい、なんかやらなきゃいけないことってこう多分普通に生きていくことですよね。
まずそもそもご飯を食べて、ご飯を食べて寝て寝て、だからこう衣食住がまあ最低限に必要、最低限ですね、はいはい、でそこプラス、はい、そこにこう生きていくのとやりたいことを掛け合わせようとするとまた難しかったりするじゃないですか。はい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 、前なんか話しましたね。話しましたっけ。動画で話したかは分かんないですけど、そうもう忘れましょうそれは。あの例えば音楽が好きだ、音楽やりたいんだ、あ動画で話したかもしれない、はいはいはい、はい、ってなった時に音楽で食べていこう。おお、なるほど。1個なんか追加されましたね、何かが。はい、でそうすると音楽に食べていくためにはっていう正解が必要になるわけじゃないですか。お金を稼がなきゃいけないっていう正解を追い求めなきゃいけない、はいはい、そこは難しいかもしれないですね。だけど本当にやりたいことはやろうだけだったら、音楽だったら音楽ギター弾いてればいいとか歌歌ってればいいみたいなところじゃないですか。はい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 、なのでその正解を追い求めようとすると苦しくなったりとか、はい、で、まあ、やりたいこととその正解を一緒にしなきゃいけないとか、やりたいことを、どんどんなんか確率は難しくなってきますね。っていうところがまた難しい部分ですよね。あと、うん、分かった、僕は今まで間違ってたのは、うんうん、ゴルフやってるやつは間違いだと思ってるんです、ねうんうんうん、それは違うんですよ、うん、ゴルフは僕もやってうまくいかなかったのでそう言ってるのかもしれないんですけど、うんうん、いやプロにならないならさって、うんうんうん、なんでゴルフなんてやってるのって思うんですね、うんうんうん、でもこれすら間違ってるってことですよね。そこすら間違ってる、はい、例えばやりたいからやってるでいいじゃん、そうやりたいからやってるでいいじゃん、僕はちょっと脱落したのでそれを言ってるんですけど確かになのでそこでゴルフやるならゴルフで稼がなきゃいけないで誰もできないって思うと、いやゴルフできないって、はい、こう足が止まるわけじゃないですか。意味ないじゃんって僕思うんですよね。って、はい、思うとこう足が止まるわけじゃないですか、はいはい、本当はやりたいんだけどみたいな、これ金にならないですね。ゴルフはやると面白いですよ。そう面白かった、うんうん、だからそれをこう楽しみとしてやるんだったらどんどんやったらいいよって話じゃないですか、はい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 、ゴルフが好きなら、はい、興味があるならとか、ゴルフは面白いですけどね、お金がね、まあ、お金がかかるんですよね、うん、はい、なのでそういうところですよね。何が楽しいのか。なるほど、うん、でそれをやるために、まあ、それだけで稼がなくても、確かに世のサラリーマンのお父さんがゴルフをやってて、うん、仕事もやってて、うん、なんか不安って思ってるんだとすると、うんうんうん、いや別に好きなことやって仕事もちゃんとしてご飯も食べて、そうそうそう、もう何も悪くないじゃんって話ですね、うん、ちゃんと稼いで、ちゃんと稼いで余暇でゴルフをやる、いや好きなゴルフをしている、うん、何も悪くないですね。何も悪くない、悩むことないですって話ですよね。そう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 。で、俺こんなゴルフやってていいんだろうかみたいな。ゴルフやってていいんだろうかと思うならちょっとじゃあやめてみて、うん、なんか違う気になることやってみたらっていう。気になる。で、まあゴルフが好きだけど、まあこんなゴルフなんてやってていいんだろうか。だとすると全然ゴルフは やればいいじゃんですよね。そうそうそう。はいはいはい、っていうなんかいろんなことが複雑に入り組んでるから難しい、悩む人が多いかなっていう。例えば収入が不安だけどゴルフ。お金がかかるゴルフなんてみたいな。あ、だとすると、まあ、僕の中では考えた方がいいかもねって思うんですけど、うんうんうん、そうすると やりたいゴルフは我慢した方がいいのかみたいなところじゃないですか。なるほど、うん、というので多分難しい問題ではあるかなと思うんですよね。なるほど。でも、まあ、悩む必要はそんなに分かんないですもん。分かんないものは分かんないですもんね。分かんないものは分かんないです。ただまあ AI が来てるじゃないですか、うんうんうん、とはいえ来てる、うん、その亡くなる職業も今後出てくるだろう。だから考える必要があると思うんですよ。世の中がどうなっていくのかを考えることは必要かなと思うんですよね。なるほど、うん、悩むんじゃないんだと、考えるんだ、考えるんだ、はい、AI が来るかもしれない、はい、来た時にどうするのかとか、どういう世の中になったらいいのか、多分先は分かんない、分かんない、どんなサービスが出てくるかも分かんないじゃないですか、はい、AI が出てきたことによって、はい、そうですね、うん、なのでこうホリエモンもこう、まあ、ちょっと前の動画とか、はい、でこうあの近畿大学のスピーチとかで、はい、10年前は誰もスマホなんて来るっていうのは予想してなかったみたいな、はいはいはい、ああいうスマホみたいなのが出てくる可能性があったりするので、そうですね、はい、そうするともう一眼レフカメラがどんどん衰退していくっていう時代ですもんね、うんうん、はい、なので一眼レフカメラも写真じゃなくて動画になってたりするじゃないですか。そうですね、はい、まあ、考える必要はあるけど悩む必要はないよ、うんうんうん、好きなことやれば、好きなこと違うな、僕の今日話をしたかったのは、うん、エニアグラムのタイプの話がしたかったんですけど、なこんなとこまで流れてきました。エニアグラムは多分方向性が見つかる、見つかる、見つかる、あの
まあ、行き先はそんな詳しくないけど、うん、なんとなく行き先が分かるナビです。そうそうそう、はい、でこっちは間違ってるっていう方向が分かったりする。まあ、間違ってるってなっても、うんうん、まあ、行く先は分かってるから、まあ、回り道しながら、うん、でもここは分かってる感じですね、うん、はい、ここが分かってて間違ってる道も分かってる。そうですね、からこっちに進みそうになった時にこう、はい、軌道修正できる、ダメ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 できる、はい、うん、っていうのがこう手に入れませんか、うん、っていう話ですよね、はい、まあ、そういうのが便利なのがエニアグラム、はい、まあ、それが分かると悩みも少なくなる。そうですね、みたいなとこですよね、はい、で何をやればいいんだろうっていう、うん、段階に進むことができる。そうそう、はい、自分はどういう行動をすると幸せになれるんだろうか。そうですね、うん、はい、っていうところで、はい、長々と、はい、長尺すいません、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。